それでは続きまして、テキスト第 2.2.3 節の皮膚性数の二進十進変換に進みます。で、この皮膚性数の二進十進変換なんですけれども、まずどのような用途で用いるかといいますと、我々日常生活で用いている数というのは十進数なわけです。で、これに対してその計算機で用いる数というのは、この授業でも習いましたように、その二進数を用いるということになります。で、そうしますと、その我々が実際に計算機に何かを計算させようとする際には、大抵その入力は、キーボードや読み取り、光学的な読み取りなどを使って、その十進数を読み取るわけですけれども、それが計算機に入って実際にデータ処理をされる際には、こう二進数に変換しなければ、計算機は理解できないと。で、また、逆にその計算機が計算結果を出力する際には二進数で出力されますから、二進数を直接読んで理解できる、人たちはその人類の中でもそれほど多くいるとは思いませんので、ですので、我々が多くの人たちが理解できる、人間が理解できるように、その計算機の結果を十進数に変換する必要があると。いうことで、これはそのある意味その人間と計算機の間を取り持つ、重要な計算の一つであると言い続けることができると思います。で、そういう必要不可欠なその二進十進変換なんですけれども、先ほど学びました包囲法は、我々はその組み立て情報ですでにやっているではないかというふうに、思った人もいるかもしれませんが、実はその今回、その計算機数学の話題の一つとして、この皮膚性数の二進十進変換が、包囲法のアイデアで効率化できるということを、これから説明したいと思います。で、一部の、今回説明する一部の方法に関しましては、すでに、この手順は、今まで見たことがあると、もしくはやったことがあると、という人もいるかもしれませんけれども、その原理について、考えて、ちゃんと理解している人というのはどれだけいるか分かりませんが、実はそういった皆さんがこれまで目にした方法も、実は包囲法のアイデアが使われているということを知ってもらえれば幸いです。ここでは例題としまして、このスライドにありますような二進数 M、 これは101011という二進表記を与えられる二進数ですけれども、これを、実は、このスライドの端、右側の方にありますように、これは十進数では91という値を表します。で、ここ、まず最初に、この101011という二進表記から、91という十進表記を求める、計算方法を紹介します。なお、ここからしばらくの間なんですが、二進数と十進数の表記がですね、こう頻繁に入れ替わって出てきます。で、そこで、今表している数が二進数なのか十進数なのかというのを間違えないようにするために、次のような表記を用います。まず、この M の定義で出てきましたように、二進表記、まず、いや十進表記を明記する際には、この表記している数を、まず括弧でくくります。そして、二進表記の場合には、この括弧でくくった表記の右下にこう小さく2と書くことにします。で、同じように、十進表記の際には、次の行にありますように、括弧でくくった数の表記の右下に10と書きます。一応、この授業では、この二進表記や十進表記を明記する際には、このような記法を用いますので、今後注意してください。さて、まず二進表記を十進表記に変換する問題に、どうやって包囲法を適用するかということなんですが、次の行にありますように、MX という多項式を定義します。で、この MX は、こちらの定義式にありますけれども、それぞれの係数は今与えられた、
二進数の、それぞれの桁の係数を表していることにまず注意してください。上から、1と0、それから、ここ1ですね。1、0、1、1と。今、その二進数では7桁の数をで表されていますので、定数項も含めてこれをその6次の一変数多項式として表します。で、この mx に、x にですね、この2を代入しますと、この値が91と出てきまして、これですなわち、そのスモール m という二進表記に対するその十進法による値が求まることになります。ということで、この今回、この二進表記から十進表記に変換する問題は、与えられたその係、あの二進表記の各桁の数を係数に持つような多項式を作りまして、で、その多項式の変数 x に、2を代入した値ですね。この今のスライドですと、m2 という値を求める問題とみなして、フォーナー法を適用するという手順で、この十進表記を求めることにします。で、今のフォーナー法を使いまして、この m2 の値を実際に求めたというのを表したのがこちらのスライドにある式のとおりになります。で、まず1行目にありますように、フォーナー法で構成されました多項式のその変数 x、各係数ですね。係数の方に、1か0の値が代入されていることがわかると思います。で、これがですね、1行目から2行目、3行目といくに従って、その括弧の中が、の式を順番に展開していくことで、最終的には、この十進数の91という値を得ることができます。それでは今度は逆に、非整数の十進表記が与えられた際に、その二進表記を求める手順について見ていきたいと思います。ここでは先ほどの例をまた使いまして、十進数の91を二進数で表記する手順を見ていきましょう。で、まず最初の手順なんですけれども、左の、このスライドの左の方にありますように、まず91を2で割ります。91をここに書きまして、で、割る数2を書いて、で、このような形で、線を引きます。そして、小、この場合は小が45で余りが1となりますので、45は、その91、小の45は91の下に書きまして、で、余りの1をその45の右側に書きます。これが最初の手順です。で、次以降は、今度はこの、2番目ですね、このスライドの右側にありますように、今のその2で割っては、その余りを記録するという手順を、その小が0になるまで繰り返します。今、先ほどのステップで、小が45と出ましたので、今度はこの45を2で割ります。そうしますと、その場合には、小が、22で、余りが1になりますので、この余りは22、小22の隣に書きます。で、同じように今度は、22をさらに2で割りますと、この場合は小は11で余りは0というふうに書いていきます。で、以下、同じようにですね、どんどん小を2で割っていきまして、最終的に、小が0になるところまで、この小と余りのをどんどん記録していきます。で、ここまでできましたらば、その最後の手順としまして、この余りですね、今、筆算で出ました余り、今、このスライドでは、
緑の枠で囲っておりますが、この余りの一連の数字を下の方の数から順に左から並べます。この場合、その緑の枠の中にある数字を下から読みますと、1、0、1、1、0、1、1となっておりますので、この順番に左から並べた数を書きます。そうしますと、これが101101011というふうになります。実はこれがですね、その最初に与えられた十進数の91の二進数による表記ということで、このような手順でその与えられた十進数の二進表記を求めることができます。では、多分この手順はですね、すでに知っている人もいるかと思いますけれども、じゃあどういう原理でそのこういう計算が正しく、こういう計算で正しく二進表記を求められるのかというのを次に見てみましょう。それでは、今回ですね、この十進数91の二進表記を求めるのに使った計算を、右側の公式で示しておりますけれども、この右側の式の意味するところを、このスライドの左側の方で展開しましたので、それを1ステップずつ追ってみてみましょう。まず、最初のステップでは、この91を2で割って、小45と余り1を導出しました。で、これはどういう意味かというと、91がその45の2倍プラス1の形で表せるということを意味しています。で、2番目のステップでは、このステップで出ました、その小の45を2で割っていました。で、小が22、余りが1という結果を導いています。で、これはですね、まずこの行、今表示している行の、45をさらに2で割りまして、この45が21の2倍プラス1で表されるということを求めたことになります。で、さらに、このステップでは、次のステップでは、22を今度2で割るわけですね。で、その結果、小が11、余りが0という結果が出るんですけれども、それもやはりここで下線を引いたこの21を2で割って、それが11の2倍プラス0という形になっているということがわかるかと思います。で、以下同様に、ここに現れてきますですね。この数式の展開の先頭に現れてきます、数値をこう2で割って、その小と余りの和の形に表すと。例えば11を2で割れば、5×2 プラス1になりますから、こういう形になって、さらに5を2で割ると 2×2 プラス1という形で5を表すことができるということで、このような形のこう数値の展開を作ります。で、そうしますと、実は最後の式を見ますと、これは先ほどの、多項式 MX のその放談法による展開とそっくりそのままの形になっているわけですね。そして、今この一番下の行、式の一番下の行で、この黄色で塗りつぶした数字というのが、実はその先ほど放談法でのに使いましたこの MX の多項式の係数となって現れています。先ほどの MX の係数というのは、すなわち、この今回ですと与えられた91というのを、その二進数で表した時の各桁の数に対応しています。で、この係数の並び、さらにですね、この係数の並び方というのは、この右側の筆算において出てきたこの1と0の並びに対応付けますと、これらがですね、ここの筆算の中では、下から順番にこうあのこのこの MX の係数が並んでいるということが見て取れると思います。こうしたことで、実はこの筆算による二進表記の計算の手順というのは、ある意味この放談法による、MX の、この十進数91に対応する、MX、多項式 MX の展開を求めたと、ていたと、いうことになりまして、その係数を並べることによって、この
中心数91の2進表記を求めていたという事実にですね、注意していただければと思います。